渋谷アックスは東京都渋谷区でかつて営業していたライブハウス。収容人数は約1700人。2000年12月にオープンし、2014年5月をもって営業を終了した。この間、3671公営を行い、延べ440万人の観客を動員した。運営は日本テレビ放送網株式会社と株式会社電通。 国立代々木競技場の駐車場を日本スポーツ振興センターから賃貸した仮設施設としてオープン。落とし公演は2000年12月16日にドラゴンアッシュによって行われた。仮設施設としてオープンしたのは国立代々木競技場周辺は第2市中構想住居専用地域も指定されており、工業施設が建てられなかったためである。 若者に人気のミュージシャンアーティストのライブを中心に使用されていた。オールスタンディング時、合計1500人超2000人弱規模のライブハウスは数少なく、2000年代前半において、東京では本会場と赤坂ブリッツだけであった。赤坂ブリッツが TBS の再開発事業のため、2003年9月から2008年3月まで閉鎖された影響で、一時期は、 同規模を持つ唯一のライブハウス会場となり渋谷アックスの公演数も多くなったしかしスポーツ振興とは無関係であったことや仮設施設でありながら10年以上も営業していたことが問題視されたまた2010年秋の事業仕分けでも目的外の業務で存在が好ましくないと指摘されたこのため日本スポーツ振興センターは2012年10月に 閉館することを決め、2014年5月31日をもって、すべての営業を終了した。建物は解体されて駐車場に戻った。2000年から2014年までの営業の間、3671公営を行い、延べ440万人の観客を動員した。施設名のアックスは、日本テレビのコールサイン、ジョックス TV が、由来で、同じ発音の、アシェは、 無関係である。ありがとうございます。